はい、299回始めます。またね、老人ホームの話なんですけど、この暗い話連発で聞きたい人は再生リストっていうのがあるんでね、探してもらってそれ使うとダラダラと私のあれがずっと聞けますんで、再生リスト使ってみてくださいと。で、299回、青梅市、東京都青梅市 の、 特別養護老人ホームで入所者に、傷害を負わせたと疑いで職員逮捕っていう、まあ最近多いですね。まあ本当に、まあこのね、老人ホームとか、私今高齢者施設働いてますんで、この手の話ね、自主規制思い切りかけて喋ってるんですけど、まあまあ言ってみますよ。特別養護老人ホームで働く23歳の介護職員の男が入所者の93歳の女性を殴って怪我をさせたとして逮捕されましたと。で、逮捕されたのは青梅市の介護職員森田康平容疑者23歳。森田容疑者は9月13日、先月ですね、13日、午後7時ごろ、青梅市新町特別養護老人ホームあゆみ園で、入居している93歳の女性の胸など複数回拳で殴り怪我をさせた、複数回拳で殴り怪我をさせたとして、まあ疑いが持たれていると。女性肋骨3本を折る大怪我、そりゃ93歳の胸を拳で何回も殴ったら3本ぐらい簡単に折れますよ。もう肋骨3本折る大怪我で、森田容疑者は忙しくてイライラしている時に介助を頼まれカッとなったと話していると。容疑も認めているということ。別の職員が翌日に女性の体に内出血があるのを気づいて、上司らの聞き取りに対して森田容疑者が認めた。あゆみ園の園長は、被害に遭われた方に深くお詫び申し上げますと、今後再発防止に努めますということで、まあ聞き取りに対してね、これね、むしろ森田容疑者偉いっていうかね、私がやりましたと。翌日に他の職員が気づいて、そんで、いや知らないよって言ったらそのままで終わるようなことも多々あると思いますよ。それを森田容疑者は認めてるんだから、ある意味偉いって言っちゃあれだけどね。ただ忙しくてイライラしてる時に介助頼まれて、カッとなって93歳女性の胸を複数回拳で殴ってるわけで、やっぱりこれは犯罪ですよね。こういうのが多すぎる。で、自主規制かけながら、今のトークも高齢者施設に働く身としてどうなんだって突っ込まれると、あれなんだけど、まあ自主規制しながら話すとですね、まあ大変なのは大変なんです。で、この忙しくてイライラしている時に介助頼まれるっていうケースも多々あるんです。まあ高齢者施設、まあ中に入ったことある人ない人、働いたことある人ない人で全然違いますけど、やっぱりね、まあ大変、それなりに大変なことは大変なんです。で、私流に自主規制かけながら喋ると、何が大変か、高齢者の世話が大変なわけではないね。高齢者の世話が忙しくて大変なわけではない、ということです。それ以上は言いにくいそれ以上は言いにくいですね。なんで高齢者施設人材がいつも不足してるか、それなりに福祉の専門学校とかたくさんある、大学もたくさんある。そこから福祉を目指して現場にどんどん出ていく。ところがみんな心を病んだり、燃え尽き症候群とか仕事嫌になって辞めていく。なんでか。そしてね、辞めた人がなかなか戻ってこない。なんでか。まあ
想像していただければと思います。高齢者の世話が大変でやめていくわけじゃないです。高齢者の世話がきつくて体壊してやめていくっていうか、まあ腰とかね悪くするんですけど、やめていくってわけでもないです。で、なんで復帰したくないか、高齢者の世話したくないから復帰 したくないっていうんじゃないです、うん、これ以上はちょっと厳しいな。まあなんていうのかな、まあうち私の今のねいるところとかそういうの抜きにして、いろんな面で社会福祉の方、今もう本当にね一大勢力っていうかね、日本の一大産業、もう数年経ったら最大の産業になりますよ、うん、福祉関連介護関連っていうのはもう高齢者だらけですから、その時にその介護職っていうのがね、今でさえ200万人いる、将来はもっと300万人400万人いるようになりますよ、必要になりますよ。その時の人材はね供給はされてると思います。ただその供給される人員を受け入れる側というかね、教育する側というかが、まあ一言言っちゃ程度が低いっていうかね、レベルが低いっていうかね、うん、いうことなんだけど、これ以上は言いづらいですね、はい、どうしてもね今そういう仕事してるんでね、私ねあんまり言いづらいんですよ。だからこういう事件ただね本当に多すぎるんでね、痛ましいっていうかね、この森田康平っていうこの今回の23歳、この人も私はさほど悪い人っていうかね、じゃないとは思うんですよね、うん、優しい心も持ってると思いますし、こういう93歳の女性をね何回も殴るような人ではないと思うんですけど、この人のこの殴るに至ったストレスっていうのは私は違うところにあると思います。おそらくですよ、想像ですよ私の、うん、今の状況続いたらね、本当にね業界成り立たないですよ、持たない、うん、賃金が低いからとかいうことじゃないと思う、私は全然。なんで人材不足なのか全く論点が違ってると思いますよ、はい、この業界の問題点は。これぐらいにしときます。299回、チャンネル登録お待ちしてます。ありがとうございます。